筑後国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ。西海道に属する。7世紀末までに成立した。筑詩国の分割によって、筑全国とともに7世紀末までに成立した。戦国時代は、筑後の主語は、大友氏であり、その勢力下にあったが、実際に、筑後を支配し統括したのは、 筑後十五条と呼ばれた大名分の国人領主たちであり、筑後南部は、かまち市、田尻市、黒木市が、筑後北部その他は、星野市、草野市、門中女子その他の大見が拡挙した。江戸時代は、筑後北部は、有馬市の久留米藩、筑後南部の内柳川市や、宮間市など大半は、立花市の柳川藩、大牟田市は、柳川藩と、親類関係にある。 三池藩であった。筑後国府跡説明版国府は、老い軍に存在した。国府の位置は、江戸時代に、久留米藩の学者である、矢野はじめ帝によって、三井軍相川村に推定された。1961年に、九州大学考古学研究室によって、初めて阿弥大石の発掘調査が行われ、河原や祖石列、築地跡が見つかったことから、 国庁の存在が確実になった。その後の発掘調査で国庁は1基から4基と追い群内を転々としたことが判明している。1996年に筑後国府跡として国の史跡に指定されている。現在、阿弥陀遺跡に石柱と解説パネルがある。また、王道遺跡は久留米市立南畜高等学校校内にあたり、 当時の建物の中列が復元されている。筑後国分寺跡、天寺跡は未称であるが、掃除跡の北方、約200メートルの西村地区の地に推定される。演技式内車倉じゃ、一の二の以下はない。中軍、筑後守る平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけては、筑前神及び筑後守るを同様に扱われた。 鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の領主江戸時代以前江戸時代、AB 福岡県統慶年間平成22年、AB 中世諸国一宮製の基礎的研究ピアニッシも586から587。木村忠夫、大友氏の文語支配、初集、八木直樹編、シリーズ。 中世最国武士の研究第2巻文号と申し、ISBN 978から4から864031226。ありがとうございます。